はい、ちょっとおまけ動画なんですけど、あのドアにこの窓がついていないタイプ、これっていうのがですね、これは降車駅、一番最初の終点の駅でしか、これは開かないというふうに言われております。でね、スーパービュー踊り子250系なんですが、これというのはですね、バブル全盛期の頃に流行っていたハイデッカー車両と、いう車両になります。高いところはね、やっぱ景色を眺めたいというね、その当時は、ね、需要に応えたものでございますので、ちょっと今の車椅子の方には本当にちょっと今大変かもしれませんけども、今当時そういう車両が流行っておりました。今ね、185系 の踊り子が出発します。この斜めのストライプね、これですよ。この音もね、本当懐かしい。昔の113系とか117系と全く一緒のね、音ですけど、仮にこのグリーン車乗りますけども、懐かしいのがいいですけど、これ7度、1回7度変ですよ。これなんか自然力のこれ変ですよね。なんか当たってつなぐらしいですけど、はい、この180度ごめんの5系の前面というのは117系の前面を模倣して同じものを作ったというふうに言われております。続いてはこの251系ね、ちょっと前の方を見ていきましょう。普通車はもう全て、これハイデッカーのようですね。これだけでもやっぱね、価値あると思う、けど、やっぱりね、これ回転、これ手でやってはるんや。今の車両っていうのはね、本当に全て自動でやってるところがね、ほとんど、京阪のプレミアムカーとか見ててもね、例えばとか団地柳とかで回転してるんで、これが10号車これがね10号車、スーパービュー踊り子の車両の中で2階建てになってるのがグリーン車の1号車2号車と、あと普通席なんですが、この反対側の10号車、こちらが2階建てになってるようで、普通車10号車 の下の部分っていうのがこのキッズスペースの家になってるみたいですね。これね、これまたこれ引退前にもう一回ちょっと普通列車の方の最先頭乗りたいな、乗ることに決めました。以上。こちらの伊豆急下田駅になりますが、流線に止まってるね、251系っていうのがね、編成日を捉えるなら多分ここの方がいいだろうと思って、ちょっとね、全体をご紹介していきます。まず先っぽのね、2階建ての列車、あれは普通席の2階展望席で、1階がですね、あそこキッズルームになっております。で、2階からこの後ザーッと、2号車から4号車普通ハイデッカーの普通席で、5号車のちょっと空いてるスペースある、ちょっとね、窓になっていないスペース、ここね、売店車が、あります。売店スペースがありますね、になってて、どんどんこの窓のないドアっていうのは終点の駅以外はあと開かないという、いうふうになっております。で、2階建てになっているのがね、2車両あると思うんですが、あちらの9号車との10号車になっております。で、9号車と10号車はグリーン車になっていますので、グリーン券を持っていない方は、指定席持っていても普通席であれば立ち入れができないという、車両になっておりましてですね、この9号車と10号車の2階席というのがですね、お客様、グリーン席 の客席になっております。で、9号席の、1階の部分、こちらがですね、こちらの、個室スペース、グリーン個室になって、4人用のグリーン個室になっているんですね。で、1号車、こちらの1階スペースはグリーン車のお客様限定のフリーサロンになっています。私もさっき座りましたけど、むちゃくちゃ快適ですよね。こんな快適な車両をですね、もう廃車にしてしまうのかという、いうふうにはちょっと思ってしまったんですが、3月の大改正でこれ引退してしまってですね、転用先がないということで、
まあ、ちょっとその後おそらく廃車ではないかと、いうふうに思われるんですが、これ、ね、運行車の、まあ、1階の個室スペースなんですが、これ真っ暗ですね。なんということだろう。これはちょっと2号車の個室スペースはちょっとさっき乗ってきた、車両でちょっと解説した方が早そうではござるなというとなんですが、いやーちょっとこれドアがあとちょっとね、残念、うまいこと説明ができませんでした。まあ、ただちょっとね、まあ、シートの向きもね、まあ、手動で全部変えておりましたので、でも折り返しの東京行きとして、まあ多分、また運行するのではないかと思います。まあやっぱいいっすねこれ。ありがとうございます。で当然ここ終点になりますので、東端式の方も伊豆急下田駅になりますが、やっぱりね、もうこの特徴あるボンネットの、まあ、列車がですね、ここに止まってるっていうのはすごくいいですね。以上。